お嬢様、お帰りなさいませ。だいぶ遅かったので心配しておりました。うん、心配ありがとう。バトラのやつが怖がっちゃってよ。それで徐行運転だったってわけ。マジでうぜえぜ。うるせえ。いつか逆の立場になったら覚えてろ。皆様、長旅お疲れ様でした。奥様、お手をどうぞ。ありがとう。お久しぶりね。ゴーダさんもお元気？ありがとうございます。おかげさまで毎日元気にお勤めをさせていただいております。バトラ君はゴーダさんとは初対面じゃない？確か6年前はお勤めじゃなかったですよね。はい、ですのでバトラ様とは初めてご挨拶させていただきます。はじめまして、バトラ様。ああ、俺もタッパには多少の自信があったんだが、でっけえ人だな。紛れもなく初対面だぜ。こんな大男あったら絶対忘れないさ。どうもはじめまして、バトラっす。お待ち申し上げておりました。一昨年から後ろ宮本家にお仕えさせていただいております使用人のゴーダと申します。どうぞよろしくお願いいたします。何かご用命がございましたらいつでもお申し付けください。ゴーダさん、お久しぶりです。ジョージ様、ご無沙汰をいたしております。お手をどうぞ。あんた相変わらず大した接客のプロや。もし食に困ったらいつでもわしに声をかけるんやで。いつでも雇ったろ。これは身に余る光栄です。どうぞお手を、秀吉様。なんだかさっきから違和感があると思ったら、あれだな、ウミネコの声を聞いてないぜ。ウミネコ？鳥のか？どうしたの、バトラ君？ああ、ローザおばさん。いや、別に。ウミネコの声が聞こえないんで、なんか寂しいなって。あら、そういえばそうね。いつも賑やかなのに、今日はさっぱりいないわね。どうしてウミネコいない？ウミネコたちも今日はよそで集まりがあるからかな。マリアもウミネコ見たかったの？うん、見たかった。なんだってこうもまるっきりいねえんだ。ジェシカがみんな焼き鳥にして食っちまったんかな。ほう、物騒なこと言うんじゃねえ。マリアが勘違いするだろ。ジェシカお姉ちゃんが焼き鳥にした、焼き鳥にした。
ない。そんなの私がするわけねえだろ。そうだそうだ、ジェシカが焼き鳥にしたんだ。皮につくねにレバーにネギマン。皮につくねにレバーにネギマン。違うよマリアちゃん、野鳥って天気や気圧の変化に敏感なんだそうだよ。今夜あたり天気が崩れそうだしね。巣へ早めに引き上げてるのかもしれないね。ふう、焼き鳥じゃない、ジェシカお姉ちゃんが焼き鳥にしたんじゃない。違う違う、私はそんなことしないって。ほら、バトラも嘘だったって認めろよ。バトラ君、マリアちゃんは素直な子だから、そういう冗談でも真に受けちゃうんだよ。冗談も少し選んだ方がいいよ。おう、ありよあり。マリア、今のは冗談だ。ウミネコたちは今日は巣でおとなしくしてるってさ。バトラは嘘、ジョージお兄ちゃんは本当。ああそうだそうだ、ジョージ兄貴が言ったのが本当だ。天気が悪いんで今日は引き上げたんだろうよ。いなくなったわけじゃないんだぜね、おばさん。そうよ、明日以降天気が良くなったらきっと戻ってきてミャミャと声を聞かせてくれるわ。うん、天気良くなって戻ってくるの待つ。明日まで待つ。天気良くなるまで待つ。ジョージ君は小さい子の面倒を見るのがうまいわね。保育士さんでも勤められるんじゃない？なあ、ジョージ兄さんの転職っぽいぜ。私的には社長室でビジネスってより、そっちの方が兄さんのイメージだぜ。まさか。保育士さんは立派なお仕事だよ。単なる子供好き程度に勤まる仕事じゃないね。本当にジョージ君は謙虚ね。でもバトラ君も子供のあやし方が上手よ。さっきはほんの少しの間だけど、マリアとっても楽しそうだった。これからも今みたいに遊んであげてね。冗談は選んでだけどね。おいローザ、それにガキどもも何やってんだ、行くぞ。はいはい、今行きます。それでは皆様、お泊まりのゲストハウスの方へご案内させていただきます。どうぞこちらへ。
今年も相変わらず大したもんや。目の保養とはこのことやで。今年は少し花に元気がないんじゃない？やっぱり夏があまり暑くなかったせいかしら。そのせいもあるかと思います。去年の先に比べると今年は少々見劣るのが残念です。いつ見てもすごいわね。自宅にこれだけのバラ園があったらさぞや素敵でしょうに。よせよ、誰が手入れすんだよ。バラは虫とか病気とか大変なんだぜ。そうね、キリエ姉さんは毎日バラの手入れをしてて虫がつかないようにしてるそうよ。え？そうなのかよ。そんな話は知らないぜ。そうなんです、この人の場合はバラの方から虫を求めていっちゃうから、どっちかというとタチの悪い食虫植物ってところね。ああ、そういう話かよ。たく、ローザ、今日はそういう話は勘弁してくれよ。もうそういうのはすっかり足を洗ったんだぜ。どうかしら、ルドルフ兄さんは遺伝子的レベルでだらしないですし。大丈夫よローザさん、あんまりおいたするバラなら根元からちょって切っちゃうから。物騒なお話ですね。モテる男はいつもリスクと隣り合わせなんや。わしも来世じゃもうちょい美形に生まれたいもんやで。だから秀吉兄さん、モテてなんかないって。キリエも物騒な話なんかやめろい。俺のバラがしおれちまったじゃねえか。ほらマリアちゃん、来てごらん。こっちのバラは特に立派だよ。バラが立派。かぐわしい匂いだぜ。俺のエレガントさにぴったりだな。おいよせよ、マリアが真似してトゲで怪我するだろう。ほらマリアちゃん、気をつけて。バラのトゲは痛いよ。ほう、少女お兄ちゃん、このバラだけ変。変？どうしたんだよ。このバラだけ元気がなくてかわいそう。まあ咲いたり枯れたりはそれぞれだからな。一足先にしおれる代わりに、そのバラは他のどのバラよりも早く開花できたんだと思うぜ。そうだよな、いっぱい咲いてその役目を終えてお休みに入ったってだけのことだと思うぜ。そんなに気に病むことはねえさ。じゃあマリアちゃん、帰るまでの間このバラをお世話してあげるといいよ。ほう、なんだか可愛くなったね。これがこのバラの目印だよ。後でお水とかをあげに来てごらん。
バラさんもきっと喜ぶと思うよ。うん、お水とかあげに来る。せっかくだからこのバラさんに何か名前をつけてあげるといいよ。そうするとバラさんも喜ぶと思うし、マリアちゃんと心もきっと通い合うと思うよ。ジョージ兄さんって昔から包容力があるよな。尊敬するぜ。だな、人徳ってやつだろ。後で爪の赤をもらってきてやるから一緒に飲もうぜ。この庭園はお前が子供の頃にもこんなに立派だったんか？私が出てってからよ、こんなに立派になったのは。前の庭園の方が素朴で愛着があったんだけどね、兄さんがちょっと悪趣味にいじりすぎたのよ。前の方がずっと良かったんだから。エヴァ、ポジティブシンキングやで。昔は置いといて今のこの美しさをめでなあかん。その方が心が安らかになるで。別にそんな意味じゃん。ただ私は昔の方が素敵だった庭園をあなたにも見てほしかったなってだけよ。それでは皆様よろしいでしょうか。そろそろお部屋の方にご案内いたします。おや、おい、カノン君やないか。久しぶりやな、元気か。こんにちは。バトラ様、ご紹介いたします。後宮本家にお仕えしております使用人の一人です。カノンさん、お客様にご挨拶を。はじめまして、使用人のカノンです。カノンさん、もう少し何か挨拶することはできませんか？いえ、僕たちは家具ですから。カノン君は寡黙でさ、余計なおしゃべりはしない性分なんだよ。愛想は少し悪いけど根はいい人なんだぜ。誤解しないで。ここに勤めて3年になるんだっけ。確か郷田さんより1年長いんだよね、カノン君。そっか、よろしくな。俺はバトラ、18だけど君はいくつだい？確か私たちの2つ下だから16だったよな。はい、
そうです。近いとして嬉しいぜ。気さくにバトラって呼んでくれよな。俺も君のことはカノンって呼ぶぜ。ありがとうございます。お気持ちだけで結構です、バトラ様。もう少し愛想よくはできませんか。笑顔も使用人の義務ですよ。申し訳ありません、努力します。ゴーダさん、カノン君もいろいろ頑張ってるんですよねえ。それではまだ仕事がありますので失礼します。何をしてるんですか。さあさ、早く片付けて。大丈夫かよ、そそっかしいな。ほら、お嬢様、お召し物が汚れます。ここはお任せください。うん、お召し物が汚れる。安心しろよ、俺が着てるのはそんなお上品なものじゃねえぜ。それによ、俺はレストランで落ちたフォークをウェイトレスに拾わせるってやつが大嫌いなんだ。バトラ様、結構です。僕が全てやりますので。気にすんな、こう見えても鍛え方が違うぜ。結構重いね。カノン君が苦労するのも無理はないよ。カノン君、気にしないで。これぞ俺の見せ場さ。これでさっきの船の分はチャラだよな。この程度のことじゃさっきの大騒ぎが帳消しになるもんかよ。カノン君にも後で教えてやるよ。バトラったら面白いんだぜ。落ちる落ちる。お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。さあさあ、もう結構ですよ、行ってください。ゴーダさんもいじめすぎよ。意地悪言わないで、あなたも手伝えばよかったんじゃない。これは至りませんで、誠に申し訳ございませんでした。カノン君もええところはぎょうさんあるんやで。ただ若いんかの、いろいろと損をしとる。もったいないわ。気難しい年頃さ、
そっとしといてやれよ。使用人は寡黙なくらいがちょうどいいさ。な、熊沢さん。ルドルフ様は手厳しゅうございますこと。私ほど使用人で寡黙なものはおりませんとも。そろそろ荷物を置きたいわね。ゴダさん、部屋割りはどうなってるのかしら。昨年と同じになっております。さあご案内いたします。どうぞこちらへ。バラの庭園は記憶にあったんだけどよ、このゲストハウスっつうのは記憶にねえな。これ建てたのは最近か。正解だよ。建ったのはつい一昨年さ。それ以降は僕たちはこっちに泊めさせてもらってるんだよ。年季の入ったボロ屋敷よりこっちの方が好評みてえだしな。私も自分の部屋をこっちに持ちたいぜ。マリアも持ちたい持ちたい。エヴァ様、秀吉様、こちらのお部屋をお使いくださいませ。ルドルフ様、キリエ様はこちらのお部屋をお使いくださいませ。やっぱりここは綺麗で上品でいいわね。洋風って本当に素敵だわ。ほんの 2,3 日なら洋風もええやろが、ずっといて落ち着くのは断固和風やで。日本人は畳の上が一番くつろげるんや。新しい家を和風にするか洋風にするかで喧嘩してね。お父さんが和風で着工させたのを母さんまだ根に持ってよく言い合いをするんだよ。ジョージ兄さんのところは両親仲が良くて羨ましいぜ。うちなんか冷め切ったもんさ。そのくせ私の成績の話だけは連帯しやがる。何気持ち悪い顔で笑ってんのよ。どうせ下世話なこと考えてるんでしょう。下世話なんてとんでもない。どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。あ、はい、だ言えたよ、クソ親父。バカなこと言ってんじゃねえ。俺は胃がキリキリ痛み始めてて、とてもそんな元気は分かねえぜ。今回はお前が主賓だろうが、せいぜい親父や兄貴たちに可愛がられるよ。親父の前では言葉遣いにだけ気をつけろ。あの人本
当にシャレが通じねえからな。ジェシカちゃん、我らが当主様のご機嫌は最近どうなんだ？去年から相変わらずかな。余命3ヶ月、余命3ヶ月って割には相変わらずピンピン、カリカリ、イライラしてるって話です。今年も相変わらず不機嫌ってわけね。お守ができるのはやっぱり源氏さんだけなの？親方様も源氏さんにだけは心を許しておいでのようです。私たち下々では近頃はお目通りすらなかなか叶わず。また書斎に閉じこもって怪しげな黒魔術三昧じゃねえのかな。何をやろうとてめえの趣味だから構わねえけど、匂いが立ち込める系は勘弁してほしいもんだぜ。ついでにそのまま書斎から永久に出てくんなってんだ。年長の人にそんな言い方をするもんじゃないよ。後宮家を復興させてくれた大恩人なんだから、もっと感謝しないと。まあごめん。6年前は俺も小学生だったが、さすがに今は高校生だ。失礼のある態度なんか取ったら大変なことになるかもしれねえな。いい子いい子。い確かにこわもてだけど、そんなに固くなるほど怖い人じゃないよ。決して理不尽なことは言ってないもん。口下手なだけでちゃんと筋は通す人だよ。ジョージ兄さんは昔から成績優秀で一族の鏡じゃねえかよ。私たちとじゃじい様の待遇が全然違うぜ。私なんか木刀で引っ叩かれたことあるしよ。尻だぜ尻。それも乙女の生尻をよ。ジェシカちゃんは本家の跡取り娘だもん。おじい様も特に目をかけてくれてるんだよ。その厳しさは期待の気持ちの裏返しだと思わなくちゃ。冗談じゃねえぜ。その跡取りってやつはジョージ兄さんに譲るよ。私が担ぐにはちょいとしんどいぜ。ほう、ジェシカお姉ちゃんが重い？マリアが持ったら軽くなる？サンキューな。大丈夫、マリアちゃんには押し付けねえよ。この十字架は私が墓まで背負ってくよ。安心しなって。マリアいらっしゃい。お母さんとマリアはこの部屋よ。バトラ君は僕と一緒にこっちの部屋だってさ。おお、なになに、こりゃ驚いた。親たちの部屋より広めじゃないのよ。わお。どうせいとこ同士で集まるだろうと思ってよ、大きめの部屋にするように言っておいたんだ。おお、マリア
こっちがいい。ママと一緒よりこっちがいい。そうか、マリアもこっちがいいか。よし、ここは俺とジョージ兄貴の部屋だが、特別に出入りを許可してやろう。お母さんには内緒だぞ。ガキども、お前らはどうする？ここでいとこ同士おしゃべりでもしてるけ？どうせもうすぐお昼や。子供はそこでくつろいでたらええ。それに表で遊べるのは下手をすると今のうちだけかもしれんしの。マリアも行く。マリアはここでお留守番してなさい。いたずらをしないでおとなしく待ってるのよ。じゃあ僕たちはお言葉に甘えて留守番してようか。1年ぶりに積もる話もあるしね。それがいいわ。バトラ君なんか6年分積もってるんだしね。へいへい、お子ちゃまな俺はおとなしくお留守番してるぜ。熊沢さん、私もこっちに残るからよ。あとは大人に任せて若者は退散してるぜ。それがおよろしいでしょう。奥様にはそのようにお伝えいたします。それでは皆様、お屋敷の方へご案内させていただきます。どうぞこちらへ。他の子はともかく、ジョージは成人してるんだから連れて行った方がいいんじゃない？そんなんでジョージだけ仲間外れはかわいそうやで。いとこ同士の交流も大事や。ほら行ってくるで。どうしたんだよ兄貴。ああ、なんでもないよ。ちょっと聞きたいことがあっただけさ。マリアにも聞いた。マリアにも聞いた。何かな。ジョージ兄さんが私に聞かなくて熊沢さんには聞くことって何かな。なあ、全然見当がつかねえぜ。いや、誤解だよ。ジェシカちゃんが何を誤解してるのか知らないけど。なあマリア、俺たちだけのけものなんてねえよな。何の話か聞きてえよな。いや、だから大したことじゃ。エッサつけ。兄貴にしちゃ嘘が下手だぜ。拍手をしやがれ。マリア、お前は右脇をくすぐれ。俺は左脇だ。マリアは右脇で、バトラは左脇だ。ちょっと二人ともやめて。やべ。
ジョージ兄さんが熊沢さんに聞いたのはね、まあほらあれだぜ、兄さんも本家は1年ぶりだからよ。その間に辞めた使用人とか入った使用人とかそういうのがいたら挨拶したいって、そういうことらしいぜ。挨拶する、マリアも挨拶する。なんだよそれ、全然やましくねえじゃねえかよ兄貴。違うな、マリア騙されるな、兄貴は何か隠してるぞ。尋問再開だ、うおりゃ。いや、やめてよ本当に。マリアちゃんももうやめて。多分掃除とか昼飯の準備とかで忙しいんだよ。大丈夫、後でちゃんと挨拶に来るぜ。ゴーダの出しゃばりの出迎えよりシャノンの出迎えの方が良かったってんだろ。シャノン、シャノン、ああ思い出したぜ、そんな子もいたな。今も使用人やってんのか、元気かよ。そういや夏日姉さん、最近頭痛の方はどうなんや。一時だいぶしんどそうにしとったろ。おかげで最近はだいぶ調子がいいです。心配をしてくれてありがとう。そうだ、これ夏日姉さんにお土産。いつもありがとう。あなたには何かをもらってばかりね。これは紅茶、ペパーミントとレモンバームのハーブティー。頭痛によく効くって有名なお店のブレンドなの。姉さんにも効くかなって思って。そういえばあなた、いっつも頭痛だって言ってたわね。しっかりなさいな。ジェシカちゃん、今年は受験でしょ？人生の節目じゃない。母親のあなたがそんなじゃ頼りないわよ。それに夏日姉さん、私より三つも若いんだから。もうちょっとしっかりなさい。ごめんなさい。生まれつきの頭痛持ちなもので。うちのバトラ君も今年は受験でしょ？ルドルフさんも少しは関心を持ったら？自分の息子のために夏日姉さんみたいに頭痛になるくらい真剣になりなさいよ。俺が何か言えば必ず反抗するやつだぜ。じゃあなんて言うんだ、むしろ逆で遊んでていいぞって言うのか。あいつそういうのだけは素直に聞きやがるぜ。秀吉兄さんのところは受験本当にうまくいったじゃないですか。ぜひ子供操縦術の秘訣を教えてくださいよ。そうやな、何のために勉強するのかっちゅうことを説いたかもしれんな。個々の勉強に意味があるわけやないんや。そう、勉強っちゅうのは分からんことを自分で調べて身につけるという行為の練習なんや。これができんやつは社会に出ても使い物にならん。国語算数ができろと言ってるんやない。勉強し身につけることを学べっちゅうことやな。ご立派ですわ。うちのジェシカにもそれが理解できればいいんだけど、今のままではとてもじゃないけど後ろ宮家の跡取りとしては。いいじゃないの、無理に跡取りにしなくても。
女には女の幸せというものもあるんだし、それを親が押し付けちゃ悪いわよ。予算買えば子供の育て方は家それぞれや。押し付けがましいのはあかんで。ごめんなさい、夏日姉さんも気を悪くしないでね。でも本当に素敵な香りの紅茶ね。早速いただいてみましょうよ。レオポルドの紅茶なんて日本じゃ確か銀座でしか買えなかったはずよ。キリエ姉さんはお詳しいですね。買ってきた甲斐がありました。お二人ともありがとう。それは後でいただきましょう。うちの者がすぐお茶を持ってきますので、どうぞおくつろぎください。二人とも後にしろよ。ウェルカムドリンクくらいごちそうになろうぜ。失礼いたします。お茶のご用意をさせていただきます。おう、シャノンちゃん、久しぶりやの。ますますべっぴんさんになりよったな。いえ、あの、どうも。おしゃべりは配膳を済ませてからになさい。お茶が冷めます。申し訳ございません、奥様。いいのよ、夏日姉さん。挨拶の一つくらいしたってどうってことないわよ。もう十分待たされてる分、十分お茶も冷めてるもの。それは大丈夫です。冷めてはおりませんので。シャノン、早く配膳を済ませなさい。失礼しました、奥様。よせよ、夏日姉さん。シャノンちゃんだって頑張ってるのに、いじめちゃかわいそうだぜ。いじめてなんかいません。いい香りね。お茶の銘柄を聞いてもいいかしら。申し訳ございません。後ほど調べてまいります。なーに？シャノンちゃん、自分で入れてるものが何かもわからないの？ダメよ、そんな怪しげなものを来客に振る舞っちゃ。こんなお茶じゃ銀のスプーンでもないと飲めないわよ。すみません、すぐに用意を。ねえシャノンちゃん、銀のスプーンって何に使うか知ってる？銀じゃないとダメなのよ。なぜかわかる？いえ、あの、
銀は毒に触れると曇るって言われてるの。シャノンちゃんも一つお勉強ができたわね。姉貴に銀食器なんていらねえだろう。毒舌の姉貴が人舐めしたら銀の皿だって真っ黒に曇っちまうぜ。わしはその毒舌を毎日聞かされとるからもう毒に耐性がついてしもたわ。エヴァもわし相手には構わんが耐性のない相手にはちいと加減せんとな。あらあらひどい。シャノンちゃんにお茶の知識を教えてあげただけじゃない。気を落とさないで。姉さんは何も悪くない。見てたのね。そういうお役目だから。奥様もエヴァ様も地獄へ落ちろ。でもそれより卑劣なのはあいつだ。ありがとうカノン君。私全然気にしていないし。ありがとう。カノン君だけでも分かってくれたんでちょっと心が楽になったかな。姉さんは心にいろいろ溜め込みすぎる。たまには自分に優しくしてあげて。そこで何をしている？シャノン、早く厨房に戻りなさい。あ、はい。失礼いたしました。どうした？何かあったか？シャノンは何も悪くないのに。やめてカノン君。失礼しました。すぐに仕事に戻ります。カノン君も自分の持ち場に戻ってお願い。姉さんがそう言うなら。何事もないならそうしなさい。はい、失礼します。おいたわしや。シャノンさん、カノンさん、あの二人がいじめられる理由は何もないのです。しかし、ゴーダさんに嫌われているのは紛れもない事実。ゴーダさんは後宮本家へいらっしゃられるまでどこかの立派なホテルにお勤めだったそうです。そこで身につけられたというお仕事ぶりはそりゃ大したものだとは思います。ただ郷田さんはここでは最も年季の短い使用人。ご自身のそれまでの積み重ねによるプライドもあられたのでしょう。彼は自分より長い年季を持ちながらも未熟で人生経験も及ばない
シャノンさんとカノン君を断るごとにいびられるのです。また気の毒なことに夏日奥様にも嫌われております。もちろん年季という意味では奥様の方が長くこの家におられます。ただこればかりは奥様にも同情しなくてはなりません。本当に親方様も罪作りな方でございます。ご自身のちょっとした気まぐれが奥様にこれほどまでの劣等感をお与えになるとはどうして思い至らなかったのでしょう。もちろん奥様とて内心はあの二人に辛く当たる言われは何もないことを重々承知してはおります。しかしそれが理屈で分かっているからといってどうにもならないのが人の心。ああほいたわしや、私には何もできず、こうして物陰から見守ることしかできないのです。